け朝がやってきました。昨晩人狼によって襲撃されたのはまつりちゃんです。それでは議論開始してください。どうぞ。いやセンターまつりちゃん生きてたらどうしようかな。偽物か。どうぞ。あったが狼でした。なるほど。マジか。三上じゃ狼なのか。になるね。そうすると三上さんになる。三上さん。サラサはでも今あのそこで撤回するのがおかしいし、まつりちゃんが噛まれてる時点で騎士本物だから、うん、あと鳥ちゃんとかかな。まあ、かぶってる。あ、鳥が死人の占い師。あ、違う。あ、死んだ。死んだ。死んだ占い師からサラサが結果的に撤回しちゃったから、もう一回占い師って名乗れなかったのかなって感じかな、遺言で。ね。うん。あ、なんか赤が狼に見えてないから。本当に。え、狼に見える？まあ、うん。見えるね。まあ、結果的に狼に見えちゃうと思う。だってあの。今さ、なんかそのサラサが撤回したことによって村目線的には一角した、うん、三上が、すごい本物に見えちゃってると思うから、うん、その三上に狼出しされてる私はすごく、うん、あの狼に見えてしまうのは仕方ないと思ってるから、うん、これ今さ、うん、サラサのさ遺言、うん、でさ悪化を占いはないでほしいっていう、うん、言ったね、言葉がちょっと今思い出して、うん、あれそう、だそこがやっぱアッカとサラサなのかなと思ったけど、でもアンナが今アッカをちょっと変わったから、えサラサで落ちてなかったとしたら、いや違う、なんかアンナはアッカが最初に4人のことめっちゃ見てたから、うん、もう完全に村置きしちゃってるの、だからっていうのがある。でもそれはめっちゃわかる。三上のパッションがすごい占い師だからこそ、どっちを今信じていいかわからない、うんうん、だから私も昨日の時点で、だからサラサ、三上が出てきた時点で、なんか三上が本物なんだって思って、うん、でサラサ撤回したから、なるほどって言ってサラサをすごく人間置きしてたから、うんうんうん、まつりちゃんに投票した。で、騎士だったから、あ、ごめんってなってしまった。うん、だから、三上と仲間が今誰だろうってすごく思ってて。仲間は鳥ちゃんとかが一番あるかなって思ってる。ミキミキよりは鳥ちゃんかなって感じだけど、うん、まだそこまで精査できてない二人のこと。例えばだけど、サラサ、あ、まあでもサラサを新占いだと思ってるのか。鳥ちゃんが本物の占い師だった時に、私が白当てた時点で、うん、私が破綻することに。なるから、例えば私が偽物で狼だったとしたら、仲間の狼に白っていう方が破綻しなくて安全だから、うん、私と鳥ちゃんの二郎とかがやっぱ考えやすそう、うん、まあそうですね、うん、かなって思ってる、正直全くそこ考えてなかった、うん、だけど、とりあえず今日は、まあ、今日は私になってしまうと、サラサが人間の可能性があるそうだね、うんうん、だから、うん、ね、三上、心身、決め打ち、あ、決め打ちはしてほしくないなって、私は意見は、ね、うん、サラサが人間の可能性がある、ある、そうすると、三上釣っちゃうと二郎残りになる。あ、今日も私飲み家電で、あ、OK、OK、うん、それは仕方ないなと思ってる、ね、バランス目線的に。一応、なんかその悪化視点の時に、うん、まあ私にするかどうか、そうだから、ね、何にせよ二郎残ってるのよ、両方目線ね、はい、では、あ、そうだ、ダメ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 だ、違う違うって、そうだ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 、どちらの色残ってるね。そう。あ、サラサで落ちなければね。うん。では投票に移ってください。はい。投票します。三上に投票します。そうだよ、ごめん、鳥ちゃんのところですごいの忘れてたわ。ごめん、ありがとう。で、サラサのことをすごく人間だと思っているので、でもそれ言ってくれる鳥ちゃん、人間困った。三上の仲間が鳥ちゃんだと思ってたんだけど、三上に、言ってください。村目線的には、三上が、ほぼ一角してる状態でサラサが昨日撤回してるから、私が狼出しされて、すごく私を継ぎたい気持ちはわかるんだけど、三上もサラサが出てから、そんなにすぐ反発入れずに出なく使用しなかったこと。それでサラサが撤回するの遅かったって言うんだったら、だったら三上も使用遅かった。ミキミキに、ミキミキアンナに響いてほしい。鳥ちゃん仲間だと思っちゃったから。うん。以上です。投票します。アッカに投票します。私のことを信じてる人がどれぐらいいるのかわかんないんだけど、まあ、アンナがあのアッカを人間っぽいって言ってたから、アンナをちょっと説得すると、私が占い師じゃないとしたら、まあ、ここで他に占い師って言ってる人がいないから、まあ、ほぼサラサが占い師だとしたら、サラサは一つ誰かが人間っていう結果を持っているにもかかわらず、遺言の時にそれをほのめかすこともせずいなくなっていったっていうところが占い師っぽくないかなって思ってほしいかな。私はでも遅かった、サラサが出た後にすぐ出なかったけど、まあ、そもそも私はちょっとほのめかした、鳥ちゃんしろっていうのを言って使用したつもりになった後にちょっと
あの空振りしたわってなってたからだからその日のうちに出るつもりではいたから、あんまりサラさんの後すぐ出ようとかは考えてなかったです。以上です。うん、じゃあはい、投票します。赤に投票します。繰り返すことになっちゃうけど、三上が偽と仮定すると、占い師がいないです、この村には。もしサラサが占い師だったら撤回する理由がないのね。絶対に対抗は狼、サラサが出てれば翌日絶対三上をローラーしてくれるのに、撤回する理由がないからサラサはおそらく本物ではないと思う。でも今日は、私は三上さんを信じてるので赤に投票します。切っちゃっていいかこの何回じゃないの。決めたわ、私決めたわ。いいよ、投票するわ。ちょっとね、鳥ちゃん の、 あの投票理由がすごくあの響いた。えだって撤回する理由がないんだもん。ごめんね、決めるわ。赤に入れます。ちゃうでしょ。待って、わかんない。三上の信じたい気持ちもめっちゃあるのよ。でも私は赤が最初にめっちゃ見てたっていうのすごい無駄だなって思うし、けどそらそら偽物っぽくも見えるし、これでもしミキミキと三上とか取ったら怖い。もうそれ絶対ないと思うな。ごめんね赤、私は信じてるよ。赤に投票します。どうするんかい。それでは本日赤ちゃんが転校となりますと別れの言葉どうぞ。はい、信じてるのに投票するのかい。はい、負けました。ミキミキはあの迷っ決めたって言いながらもすごい迷ってる姿が、人間だと思ったので、やっぱり三上の鳥ちゃんの二郎だと思う。人狼がうまかったです。それでは赤ちゃんが転校して恐ろしい夜がやってきます。おやすみなさい。大丈夫ですか。恐ろしい夜が明け、朝がやってきました。昨晩人狼によって襲撃されたのは三上です。それでは議論開始してください。どうぞ。どっちかなんだ。とりあえずじゃあ、アンナ誰を死んだと思ってる。私、赤で落ちてなかったら、赤で落ちてなかったらね、サラサよ。絶対赤とサラサどっちかあるかなって思う。どっちかが狼。そっか、信じてます三上のこと。待って、だって噛まれたじゃん。そうそう、噛まれてるから信じてる。絶対狼じゃないね、絶対狼じゃない。あ、そうだよね。で、撤回もしてないから、うん、シーンですよね。シーン、私、白崎です。限りなくシーンに近い、ね、人間ですね、うん、どっちかです、狼。いっそ、どっちかです。シーン、あ、シーン、あ、そうか、白崎だから。あ、そうじゃん、人間じゃん、人間じゃん。頑張ってください。人間じゃん、頑張ってください。ミキミキだろうが、だろうが、だろうが。だって、あんずみちゃんが聞いてきて、おかしいよ。なんでよ。え、どっちだと思う、とりちゃん。アンナだと思う。なんで。けど、アンナですか。いや。アンナって初日どこに投票してたっけ。初日は、そらそら。あ、そらそら。三上を最初は信じてたの。でもソラサが最後に何もあんま言わなかったから、うん、狼じゃなかったかなって思ったけど、でもなんか騎士仕様が入ったのね。騎士仕様入った。で、私はまつりちゃんにかぶせたいっていう気持ちはあったんだけど、うん、なんでそのかぶせなかったっていうと、釣られてほしそうだったし、うん、だったらまあなんだろう、まあ、何かしら持ってるんだろうなっていう気持ちはあった。ムキミキさんが食べて仕様前でしたよね。仕様前、仕様前。その前に切らんと思う。なんかもう、あ、わかんない。どっちがサラサかどっちが仲間かわかんないけど、サラサだった場合、ミキミキさんはまつりちゃんの死を前にわざわざ身内を初日から切ってることになるし、うん、赤だったら、昨日決定票入れてるんだよね、わざわざ。決定票でしたよね。アンナ、カステ票の。あ、うん、私決定票。だから、さすがに。いやー、切るこんなに。切らないよ。なんか、こんなに。あ、じゃあ、だって、そっか、サラサが人間だったんだ。多分ね。それさが人間で、本当にアーマーだったのと、うん、なんか多分ミキミキが人狼だとしたら、ミキミキが人狼だから私が投票、私が赤に投票する。待って、わかんない、何言ってるの。やだ、すごいコンフューズしてんだけど。コンフューズ困ったらね。いやー、2巻終了です。投票に移ってください。じゃあ私も先に投票します。はい、アンナに投票します。
Okay. Okay. Goodbye. 投票します。私の白要素を言うは、信じて、鳥ちゃんに信じてほしいから、アッカがもし人狼だったらすごい、もうアッカはすごい、私的にはみんなの顔見てたなと思ったから、誰よりも白いって思ったからずっと白く置いちゃってたからこそ、三上を最初は信じてたけど、そこで疑いの目が出てしまったからちょっと変わったけど、 LINE とかではない、そこは違くて、私鳥ちゃんのことも全く疑ってなかったし、だから三上が死んで鳥ちゃんが死ぬっていうのも納得、今の頭、私の頭の中を置いた。ありがとう。新しいしてほしい。以上です。まあ、ギロチンに言ったけど、サラサかアッカが人狼で、ミキミキさんが人狼だった場合、どっちとも結構強めに切ってる。まあ、二狼だから切ってる可能性は全然あるけど、その点でミキミキさんが人間っぽいと思ってる。アンナに関しては、昨日の状況になってみ、ほぼ三上さん一角占いの状況になっても、まだアッカをかばおうとしてたことが人間っぽさですらあると思ってるんだよな。私の狼予想は、アンナとアッカだと思う。アンナに投票します。はい、それでは本日アンナちゃんが転校となります。お別れの言葉どうぞ。アッカを守りたかったです。以上です。人間の勝利です。アクショコは白鳥は村人でした。アッカは人狼でした。ミキミキは村人でした。カラスも村人でした。アッカは人狼でした。三上占い師でした。ミズリは騎士でした。はい、ということで、アッカがさ、遺言の時にさ、狼が上手かったですって言ったのがさ、いや、私はね、自分の芯だからさ、本当に狼の知ってるからさ、いや、自画自賛する。あ、ごめん、全然全然ちょっと思ったよ。あのね、それをギャグで言ってるのと思って面白かった。そう自分が村人になりきって言ってるから、そのおちゃんの三上がうまかったですって言うのも、でもアッカのことだから、後々考えたら多分そういうつもりで言ってたんだろうなと思って、ああそう取られると思ってなかったの。私がね、今それを超深読みしたら、身内切ってくれたありがとうに聞こえるかも。ああ、だからそう、あのもうミキミキがだから最終日めっちゃ見守りながら、ミキミキがあの強烈な身内切りしたから、そこで仲間だと追ってくれと思いながら、そういう感じだったんです。深い。サラサの初日は、騎士じゃない、占いアーマーセットだ。トライしてみたかった。トライしてみたかった。すごかった。私人狼じゃなかったら絶対信じてて。サラサさ、なんていうの、なんでもない。強強だからさ、さ、なんか普通に偽の狼で、そうだね、もうやりそうでさ、ね、私はもう若さ、サラサとアッカマジで人狼だと思ってたから、終わらなくて、えぇって思って、びっくりしたの、続いた。だからか、そうなんだよ。そう、いや、私だって、自分が人狼だけど、サラサがちょっと村人すぎて、もうこれ、狼、あのできないって思ったぐらいになっちゃったから、みんなが逆にサラさんに投票したのにすごいびっくりした。いや怪しかったよね。白崎一緒とかだったらちょっとあれだけだったりが多いかもしれないね。でもね、あでも先にね、サラさんがね出ちゃっててね、白崎が違ったからね、迷った。サラさんがさ白って言った瞬間、え、巨人いるってこと。そうでしょ。そうだよね。めっちゃ思った。そうだ私とあんたの脳内はあれ巨人だっけ。そうだよね。そうだ、マジで。確かに。いろんなことが起こってます。いろんなことが。はい、ということで今回は村人陣の勝利でした。いかがでしたでしょうか。楽しかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。